はい、本日が8月26日火曜日、ただいまの時間が午後2時半を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、昨日、8月25日に、はい、無事にトゥルースの大阪公演が終了いたしまして、はい、これで東京大阪全日程が無事に終了いたしました。はい、ご来場くださった皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、昨日はバラシを終えて、はい、結構ね早くバラシが終わってですね。そうそう、びっくりした。電話かかってきたの早かったね。新幹線、一番早い人だったら1時間ぐらい前に乗れたんじゃないですかね、その当初予定してたよりも、はい、僕も結構早くて40分ぐらい早いのに乗って、うんうん、最後、はいはい、小田田と三浦さんと3人で帰ってきました。指定席は大丈夫、空いてた。最初取ろうとしたやつがもう埋まってなかったんですけど、はいはい、うん、3人席の真ん中がしか空いてないって言われて、それでバラバラになるんだったらっつって1個送らせて、うん、はいはい、だったら3人その並びっていうかね、なんかね、その 3人シートがあるじゃないですか、うん、それでは取れなくて、はいはい、3人シートの2つと2人シートの1つで、はいはいはい、その通路を挟んで3人並びみたいな感じで取れました。それ迷惑なやつだ。そうそう、迷惑。これこれこれちょっとどうぞっつって。はい、そんなやなかったですよ最初に。ちょっと疲れてるし。乾杯っつって。でもね、僕の隣が大人だったんですけど、うん、結局一睡もしないでね。あ、本当。ほぼ。喋ってた。ずっと喋ってました。なんであんな喋ってたんだろうと思って。寝ればよかった。結構ヘロヘロだった。でも終わったテンションもあったんで。そうそうそうなんですよ、うん。でも結構いつもみんな寝るんですけどね。そうだよね。はい。クイッで飲んでね、そう、寝ちゃうっていう。ビールも飲んだんですけどね、ビールも2本ぐらい飲んだけど、うん、やっぱ寝ちゃいましたね。あ、寝なかったですね。ずっと喋ってたんだよ。なんか斜め前のおじさんがすごい酔っ払ってて、うん、完全にもう足を廊下に投げ出し、通路に投げ出し、あの座席を下ろすテーブルあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとちっちゃいテーブル、うん、あれに足を乗っけてみた。かなり感じの悪いというか、マナーの悪いおじさんがいたんですけど、うん、はいはい、そういう人見てて、その人の話とかしてたら、こっちは飲みずに。すごかったですね。やっぱりいろんな人いるなと思いましたよ。なんかそんな酔っ払っちゃうね、うん。注意しないんだなと思って。電車の人、電車の車掌さんとかも、ね、うん、やっぱトラブルになっちゃうからですか ね、 ね、うん、なんか周りの人に絡んでたりしたらね、あ、それはね、ま、たそう、ただ寝てるだけだから ね、 ね、うん、ちょうど三浦さんの真ん前でした。皆さんに被害はなかったんですけど、うん、ちょっと面白かったです ね、 ね、そんなこんなで、うん、トゥルース無事に終わりましたんで、はい、怪我がなく、あ、本当だね、すがなく終わりまして、うん、大阪もたくさんの方が来てくださいました、うん、本当に嬉しかったですね、うん、なんか僕、ブリーゼは春もブリーゼだったかな、うん、はい、そうですね、それ以来来て、夏だったからやっぱ暑くてね、うん、結構その最後の方は雨が降ったからそこまでじゃなかったんですけど、はいはい、行った日とかやっぱ暑くて、うん、劇場内は涼しいんですけど出た瞬間にもわーって空気が来て、うん、あとびっくりしたのがその昨日の帰りなんですけど大阪の地下って暑いんですね、うん、あ、そうなんだ、エアコンがあまり効いてないんだ、へー、その西ブリーゼから西梅田からその梅田まで歩いたんですけど、はいはいはい、暑くて、へー、新大阪駅もまあまあ暑くて、うん、あれこんななんだ、お田がちょっと怒ってました。なんか東京だともうちょっと涼しいイメージがある。違う、東京の地下街はまあ大抵ね、やっぱ涼しいよね。なんでだろう、やっぱ省エネとかなんですかね。なんかね、うん、そういうのもびっくりした。最終日に、いざ帰るぞって時に気づきましたけれども、うん、そんなトゥルースも終わりまして本当に、はい、楽しかったですけどね。なんかあっという間に終わっちゃって、うんうんうん、なんかあんまり大阪公演も短かったので。うん、まあ、大阪を満喫はできなかったんですけど、うんうん、その分お芝居に集中してやられたのでよかったかなと思っております。はい、そんなこんなで夏公演終わりまして、はい、次は、はい、何がと申しますとこちらですね、バン、キャラメルボックス201グリーティングシアター無伴奏ソナタ、うん、こちらがですね、東京公演が9月26日金曜日から10月1日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、こちらまだ全ステージご予約いただけます。はい、ただ、ちょっとまあ今回ね、あの公演期間が短いということもありまして、はい、土日の昼
がですね、大変混雑しております、はい。一番混んでるのが、9月27日土曜日13時の回、こちらもほとんど2回の割ともう真ん中あたりでしょうか、はいはい。そのあたりを販売しているような状況です。もしかしたらちょっと当日券とかもね、枚数制限出ちゃうかもしれないぐらいな感じですね。はい、はい。ついで、まあ、日曜の昼もそれに近いような状況ですので、いつも土日の昼に加えるという方、お早めにご予約いただけたらと思います。はい、はい。平日、土日夜はまだ1階の席も販売しておりますが、まあ、土日のお昼なくなったらね、次は夜っていう感じで混んでいくと思いますので、こちらもご注意ください。はい、はい。よく見たら初めてポスター見たんですけど、ええ、土日が通してなんですね。そうなんですよ。頑張ってください。頑張ります。ね、初日の昼に多分ゲネがあるだろうから、これ3日連続通せることですよね。うん。今、庄村さんが責められています。どういうことですか、庄村さん。これは。ね、僕はですよ、ただ直人はもうぶたれますよ、これは。すごいね、今見てびっくりしちゃった。うん、あ、そうなんですね。はい。まあちょっと、このじゃあもう、28日曜日の夜のタタナオタ見物だと思います。悲壮感がすごいかもしれない。そんな感じで、はい。まあ、今回全員メンバーを変えずに、はい、2年前にやった初演と変わらず、うん、僕初めてかも、誰一人変わらない再演をやる。まあ、珍しいですよね。珍しいと思います。大抵まあ2年経つとその、まあ、俳優も誰か、ね、うん、辞めてたりすることもあるし、1人2人変わってるみたいなのはね、うん、結構多かったですけど。いや、楽しみですね。ゲストの石橋さんも、はい、またご一緒できるということで、すごい楽しみなので、はい、こちらの方よろしくお願いします。お願いします。続いて地方公演の方に行きたいと思います。まず三重公演から。三重公演は10月5日日曜日に三重県文化会館中ホールで、名古屋公演が10月8日水曜日と9日木曜日に名鉄ホールで、大阪公演が10月11日土曜日から13日月曜日祝日まで森の宮ピロティホールで、新潟公演が10月25日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館で、最後岐阜公演が10月29日水曜日に大垣市スイートピアセンター文化ホールでそれぞれ行われますということで、はい。名古屋大阪は分かりますか、どういう状況ですか。あ、そうですね、まだ、はい、どちらもご予約いただけます。特に名古屋がね、この平日ミニ、はい、ステージということもありまして、はい、まだ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 な感じなので、まだまだ、はい、はい。で、逆にその大阪も、まあ、大阪も日程はいいんですけれども、まあ、3ステージあって、はい、割とまんべんなく真ん中よりちょっと後ろぐらいまで売れてるような感じですかね。はい、はい。まあ、席数って大きいんでね、ピロティね、うん、まだまだありますけどね、前の方で見たいという方はお早めにご予約いただいた方がいいんじゃないかと思います。はい、はい。で、新潟も始まりました。あ、そうですね、新潟が土曜日、はい、この間え始まったということで、始まりましたね。そしてあってますね、え、はい。これもまだ、はい、大丈夫です。まだS 席でもおそらく100席弱ぐらいはあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ1ステージということでね。そうですね。あれ何年、去年でしたっけね。去年ですね。そうですよね、もう来ましたね、はい、はい。あの時は2ステージあったんですけれども、はい、前売り開始後に割と順調に伸びていって、最終的にはいっぱいになったので、はい、今回は1ステージです。はい、今回いっぱい行けるんで、だから僕三重県も岐阜も、はい、両方行ったことないんで。あ、その県に入ったことがない。通過したことはあると思うんですけど、はい、降りたことがないですね。すごく楽しみです。そうですよね、はい、うん。どんな美味しいものがある待ってるのか。やっぱ楽しみだよね、地方行くのはね。もちろんですよ。もう地方行ったらその地方の食べ物を食べるっていうのは ね一つの楽しみですから、うん、それも楽しみに行きたいと思いますので、はい、お近くに行くことがございましたら、こちらの方をぜひぜひ見に来てください、はい、よろしくお願いします。続きまして、はい、こちらでもキャラメルボックス2014クリスマスツアーブリザードミュージック、こちらはですね、神戸公演が11月22日土曜日から27日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されますと。続いて東京公演です。東京公演は12月5日金曜日から25日木曜日まで池袋サンシャイン劇場でそれぞれ上演されますと。こちらの前売り開始が、はい、9月18日、はい、はい、そうですね、はい、はい、
なのでよろしくお願いしますと。何年ぶりですかね。2001年なんですね。13年ぶり。はい。わー、そうか、僕入る前ですもん。懐かしい。じゃあもうおじいちゃんいくつになるんですか。すごい。90歳。90歳。90歳のお芝居、まあやってる人もいるか。やってますね。ありあり。いやそれもすごいな。まあこれ僕久々なんで出れないのは残念ですけれども、うん、13年ぶりの再演ですので、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いします。続きましてこちら、キャラメルボックスアラカルト。こちらはですね、太陽のトゲ、彼はなぜ彼女を残して旅立ったのだろう。長い題名ですね。はい、こちらがですね、12月10日、水曜日から24日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちら私も出ます。はい、はい、こちらだからブリザードミュージックと同時に、そうですね、同時期にやるということで、はい、こうブリザードミュージックの合間を縫ってやる公演ですけれども、ええ、まあ、あのお話はあの全く違うんですが、両方とも宮沢賢治を題材にしたというかね、はい、お話になっておりますので、そういう共通点を持った作品になっております、こちら太陽のトゲ、彼はなぜ彼女を残して旅立ったのだろう、長いな、はい、の方はですね、脚本に保坂洋さん、はい、風俗美局の、方をお迎えしてやりますので、はい、どんな方になるのか楽しみでございます、はい、こちら両作品ともどうぞよろしくお願いします、はい、ごめんなさい、私先ほど発売日間違えました。これ13日ですね。あれ13日って言いましたよ。あれ18って言いませんでした。13って言いました。あれ13って言ってたよな。あ、大丈夫。あ、18って言いました。あ、違う、はい、13日失礼しました。13日土曜日。はい、そう、僕もねバーって見ててね、ちっちゃい字だったんですよ。そうすいません、こちらの方よろしくお願いいたします。はい、はい、続きましてこちらですね、D ボーイズ 10th Anniversary D ステージ15th 駆け抜ける風のように。こちらですね、東京公演が10月9日木曜日から19日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されます。その他2会場です。大阪公演が10月24日金曜日から26日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで、名古屋公演が10月31日金曜日から11月1日土曜日まで、名鉄ホールでそれぞれ行われます。はい、キャラメルボックスからは岡田達也、三浦剛、筒井俊作、梶本大輝、以上の4名が出演いたしますという、はい、楽しみですね、こちらももうちょっとしたら稽古が始まるのかな。そうでしょうね、はい、こチラシの三浦さんちょっとなんか五円もみたいな感じだったんですね。本当だね、真っ白な感じに。もしチラシを見ることがあれば、確かめてください、はい、よろしくお願いします。いやちょっと、あっという間にお時間が過ぎましたけれども、トゥルース9年ぶりにやってですね、キャストを一新して、まあ、前作出た人が一応4人いたのかな、大内さん、畑中さん、岡内さん、筒井さん、はい、楓さん、まあ、でも全員違う役は違う、出て、うん、上田藩士6人も全く違う関係性を作りやって、すごい楽しかったですね、で今回のを見て懐かしいって人もいたし、なんか久しぶりに熱いのなんかね、兵庫の悲しさを見たって人もいたりとか、あとは同時にやった涙を数えるの影響で、より片方をまた見たくなったという方がいらっしゃったので、ね、すごく良かったなと思っております。また次時代劇やる時があれば、はい、また熱いお芝居をお届けしたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いしま す, しいします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、バッハッハーイ。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、いや東京、昨日雨降りました、もしかして。ちょっと降ったかな、帰ってきた時に道路が濡れてて、うん、びっくりして、はいはい、よかったなと思って。あ、そうだよね、僕、荷物は送っちゃったんですけど、その、はい、スーツケースは、うん、でも結構両手にあの飲み上げとか持って荷物抱えてきたから、うん、紙袋だったし、はいはいはい、雨降ったら最悪だなと思って、スーツケースをほぼみんな抱えてましたけど、うん、結構送る派と送らない派がいて。そうだね、うん、今回夏だから荷物が少ないから送らない派って人が多くて。ああ、そうかそうか。あと畑中さんとかは、帰ったその日に開けたいんですって、荷物。ああなるほどね、だから送らないっつって、僕結構ほっといちゃうんですけど、はい、畑中さんちょっと意外。意外ですか、送りそうですか。いやいや、すぐ開けたい派っていうのが、すぐ開けたい派なんですって、なんで送らないんですかって聞いたら、ヘロヘロなのに、はいはい、いやもう帰ってすぐ開けたいんです、荷物って。
逆に僕別に開けなくても開けろって言われるでしょ。でも言われます。そうだよね。でも結局はそう閉まっちゃうから、うん、ね、中にいろんなもの詰めて置いておくわけじゃないので、うん、まあ、いつ開けてもいいかなとは思うんですけど、うん、まあまあ服とかね、洗濯物も早く開けて洗わなきゃいけないけど、うん、あ、でもそういう人も多かったかな。帰ってもすぐ洗濯したいっつって、うん、僕も昨日帰ってきてから、うん、今日の荷下ろし用のジャージをもうすぐ洗濯機で突っ込んで、あ、はいはい、洗って持ちして、持ちして、うん、そうそうそう。やっぱりそのバラシでね着たジャージもう一回着るの嫌だなと思って。そうだね、うん、そんなジャージ僕何個も持ってないんですよ。あの卓球部みたいなやつ。ああ、あったな卓球部卓球部じゃないんですよ僕全然、うん、卓球部じゃないよ、ね、でも卓球部のジャージ持ってました、ね、持ってるよね。後ろに卓球部って書いてある。そうそう、あとダンス部とダンス部の持ってる。カラオケ部もあった気がします。どこで買うのそれ。あれあれですよ、ジーンズメイトで買う。あ、ジーンズメイトで買ったんだ。はい、ブーテンっていうブランドなんて言えばいいんですか、その、うん、そういう、はいはい、まあ、メーカーというか、うん、そういうブランドというか、やつで、うん、上だけ売ってるんですけど、あれ、うん、ダンス部、カラオケ部、卓球部、あと何があったかな、演劇部もあったと思いますよ。さすがに演劇部着るの恥ずかしいなと思って。そうだよね。卓球部なんかハマってたよ。でもさ、卓球上手なんでしょ。卓球結構好きです。そうだね、褒められたって言ったじゃん、はい、褒められました。この事務所の近くに卓球教室、うん、そうそう、教室じゃない、卓球場があって、うん、そこのおじいちゃんが教えるの好きなんですよ、うん、でその人に習ってたんですけど、うん、君は天才だなってすごいよって言われて褒められました、うん、卓球は結構好きですね、はい、あのバレーボール部時代もサボって卓球やりに行ったりとかしましたからあの温泉卓球とかも大好きですし、はいはいはい、うん、でもやっぱりそこそこですかね、うん、もうちょっと卓球かじった人には全くかないです。ああ、それね、うん、本格的に習ってないので、うん、なんか カットっていうかその、あ、回転かけられると、うん、やっぱ回転普通にやると飛んでっちゃう、うん、なんつって、あの反射角の影響で、はい、そういう人にはやっぱかなわないから、うん、なかなか難しいですけどね、うん、だから僕バレーボールやってたからですかね、卓球結構好き、うん、なんつうんですかね、テニスとかバドミントンダメなんですよ、はいはい、うん、もうバレーボールってこう、うん、手で打つから、はいはいはい、この距離だったらいけるんですよ、うん、だこことかも。でもテニスってこう、先だから、先だから、ラケットだから、はいはい、必ずこの持ってるところとそのな、うん、ガットっていうんですか、はいはい、あの間になっちゃうんですよ。ああ、なるほど。スカッシャーのこの距離感が分からない。この 手をこう持っていっちゃうような感じなので、ね、そうです、そうなんです、はいはいはい、テニスとかってやってました。まあ、体育の授業ぐらいだね。ですよね、うん、全然うまくできた試しはないです、ね、バドミントンとか、はいはいはい、すごい。だから苦手ですね、そういうのは。あれ球技とかってやってらっしゃったんでしたっけ。うん、僕はあの剣道しかしたことないです。剣道か、はい、剣道でも長いからはテニスとかいけないですか、距離感的に。どうなんだろうね、そん特別苦手でもなかったけど、はい、うん、まあ普通だったかな。そうなんですね。やっぱ全然違うね、球技と、まあ、体の使い方が和と洋では多分全然違いますよ ね、うん、ね。剣道横の動きあんましないしね。あ、基本縦ですか。そうそう、前後の動きかな、うん、あ、そう、こう避けるとかあんまないですね。そうだね、うん、じゃあ全然テニスと違いますね。テニス基本横の動き多いですもんね。剣道は僕ほぼやったことないですね。確か、うん、中学校、今はどうかわかんないですけど、剣道か、うん、柔道を選ばないといけない。あ、はいはい、授業で、うん、体育の授業で僕柔道選んだんですよ、確か、うん、剣道ってなんか大変そうでしょ、なんかいろいろ、ね、うん、準備だけでも相当大変かなと思って、はいはい、うん、柔道って着るだけじゃないですか、ね、楽だなと思って、うん、そのまま高校柔道部入ったんですけど、お、1年で辞めました。何の話をしてるんですか。本当にね、うん、そのいろんな部活を、はい、渡り歩いてきましたよ。で今演劇やってるんでね、演 劇、はい、演劇部なんか全然興味なかったので、不思議なもんですよ、はい、そんなもんです。そんなわけでもうちょっとしたらこの無言とソードの稽古始まります、ね、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。